おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、ずっと上昇トレンドで来ていたドル円チャートなんですけども、昨日横ばいになるかなと思ったら横ばいになりましたね。昨日はエントリー私しませんよって言ったら、まあ、エントリーしないのが正解でしたね。まあでも昨日もしエントリーされた方がいるとしたら、まあ、ロスカットなり今塩漬け状態になってると思うんですけども、まあそういうこともありますんでね。今まで順調にいってましたから、やっぱりこう順調に行きすぎるとちょっと足元を見失うんで、冷静になるためにあえてね休みを作るっていうのも、まあなかなか使える方法じゃないかなと思います。まあお話したように昨日はですね、125円、これを脱しない限りは130円に向かわないかなっていうことと、まあ、この辺でね調整がかなり入ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、その辺も合わせて今日は解説していこうと思います。それでは昨日の画像からどうぞ。これが4月12日、昨日の13時なんですけども、朝の相場解説でお話した通り、まあ横ばいになっていたかなっていうところですよね。まあ順調にどんどん上に伸びるというよりも、125円の中盤ぐらいで横に入っちゃったかなってところが見て取れます。で、もう一枚の画像をお見せしますけども、これ昨日の22時なんですけども、大きく下に下がりました。昨日はね、FX の対談をしてるところだったんですけども、あ、やっぱり下がってきたかってところだったんですよね。気になるのは、このヒゲが一本出てるところですね。長いのが。そこに合わせるように、まあ、こちらの方まで落ちていって、125円をちょっとね、カツカツ切ったところで止まっております。まあ、こんなもんでしょうね。昨日はだからね、横ばいのボックスを作ったところで、まあそれからブレイクをどっちにするかっていうところなんですよ。大筋では、まあ全ての時間軸で右肩上がりなので、倍でも間違いないと思いますけども、改めて今日からね、仕切り直して、木金でもう一発ぐらいやっていくっていうふうなね、当初の予想でよかったんじゃないかなと思います。今週はだからちょっと変則的ですね。火曜日にエントリーをしないっていうのは本当、あんまりないことなんでね、火曜日に今日はエントリーしませんって宣言に、まあ、感じるところがあっていただければ幸いでございます。じゃあ改めて今日のリアルタイムチャートを見ていきます。デイリーです。デイリーは相変わらず右肩上がりですね。ぐーんと伸びてきたのがやっぱ押し目を作って新たな局面を描いております。ただこっから横ばいに入ってのブレイクなのかなと、上昇するのはね、まあ同じだと思いますけども、テクニカル的に言えばこれは一旦横ばいに入っても、倍の方に向かって126円の方に、進めていけるんじゃないかなっていうところでございます。じゃあ次は4時間を見てみましょう。4時間なんですけども、とりあえずここのポイントを超えているのは超えてるんですよ。ところがですよ、ここ超えてはいるんですけど、ところが、このあたりでね、まあ、ちょっと横ばいって、この辺と同じぐらいの横ばい感覚になってるかなってことです。今日はね、細かい解説とかしませんけども、先日、ヒゲの講義をしながら、相場解説してましたよね。だから講義をしながら細かく説明すると、ああいう風になっちゃうんですよ。それと昨日、ライブ対談でも、再度申し上げましたけども、この相場解説がわからないってことはね、やっぱ二つの理由があって、一つは、基本の用語が入っていないんですよ。で、基本用語でポンポン行きますんで、ついていけないなと思ったら、どの言葉がわからないのかってことを考えてみてください。で、二つ目はテクニカル理論で私お話しますんで、簡単にお話しているようですけども、テクニカルがきちんと入っていないと話半分とかになっちゃいますんで、どっかで、私のね、相場解説聞いていながら理解が詰まるところがあると思うんですよ。じゃあ、この辺がわからないんだけどってことでメールの方をいただければ、そこについて細かく解説しますので、ご遠慮なくご連絡ください。それでは1時間見てみましょうか。はい、1時間を見てみると、先だってお話したようにこの根っこですよね。大きな陽線ができるその根っこのところから、こことここの大体似たような水準のところ、ここを囲っていくと、まあボックスができるかなってことですね。じゃあこのレンジで、今日から見ていくようにしましょう。ここで見たレンジと同じような感じですよ。同じことの繰り返しをずっとやってますからね。よろしいですかね。まあ、しばらくは125円カツカツの仮定と、あと、上底が125円の750なんで、このね、ボックスの中でやり取りすることもできますよ。これももう何度もお話ししますけども、あえてもう一回だけ説明します。
この水準に来たらバイ、この水準に来たらセル、そしてロスカットを食らったら抜けた方向についていくっていうね、速稼塾お決まりのパターンですよね。はい、じゃあ本日はこんな感じでございます。はい、ポンポンポンとお話しするとこうやってね4分ぐらいで終わると思うんですけど、講義付きだとやっぱり長くなるでしょ。これからもたまに講義やっていきますけども、どうしようかな、まあ当面はこのスタイルでまたやっていきますので、基礎用語とテクニカルの勉強の方はぜひね各自でされてください。まあどうしてもこの辺わからないようでしたら、初級編と中級編ということで、基礎用語を初級編、テクニカル理論をこれ中級編の方で、これ有料の販売でね FX のコンテンツ作ってますのでお問い合わせください。それでは失礼します。